山崎さん、あの今太陽経済の会っていうのを作られて、うん、私たちは緑の文献計画っていうのがあります、はい、地域が生産力を持つ、うん、1人2キロワットの綺麗なエネルギーを生産する権利を持ったら、うん、そこにお金の流れが生まれます。そうですね、まさに私の佐賀県は太陽光発電、うん、日本一なんです、うん、ところがこれのそのバイデンにも価格にも、うん、あるいは自分のところで使うものにも綺麗なエネルギーに対して買い叩かれてしまっているから、うん、地域にお金が回らない、うん、まさに山崎さんがおっしゃっている太陽経済、それから文献と一緒にやっていきたいと思います、はい、ちょっとその構想を教えてください。太陽経済っていうのは何に変わるものかっていうのは石油経済なんですよ、ね、うん、そうですね。このまま石油に頼ってたらどうなるかっていうと、まあ、30年か50年まずなくなっちゃうって言われてるんですね。なくならなくてもインドや中国がどんどん使いますから、これから値段が確実に上がっていくわけですね。しかも石油ができる取れるところっていうのは中東とかロシアとか世界中でごく一部しかないわけですね。これじゃ所詮持たないんですよ。そうですね、エネルギーを巡る争いがまさに戦争のもとですから。でそうするとね、もっとずっと続くエネルギーを探さなきゃいけないっていう時に上を見てくれと、お天道様、うん、お天道様で人間が生きていくって200年前までは人類みんなそう思ってたわけですよ。それちょっとこの頃忘れちゃってる、うん、だけどあれは太陽は核融合を起こしてて、うん、1時間太陽の地球を照らすエネルギーで全人類の実エネルギーが使ってる量と同じなんですよ。1万3000倍もね、うん、降り注いで、それを利用する方法がこの5、60年で開発されて常に実用化されるところが大きいですよね、うん、それは光を太陽光発電、熱を太陽熱、うん、あるいは雨だって水力発電でしょ。でそれから風も風力発電、それからこの空気中の熱とか植物もみんな、でそうやってできたエネルギーを主に電気に変えることができるじゃないかと、綺麗なエネルギーにね。でしかもそのエネルギーを使って何ができるのかというと、もう一つ太陽が作るもの、すべての食べ物は太陽が作るわけですよね。水と陸の上の植物ができるから、それを動物が食べる、それを人間がまたいただく。そう、もう一つ水がそうですよね、うん、雨が降るのも雪が降るのも太陽のおかげで循環っていうのが起きる、うん、つまりエネルギーと食べ物と水という人間の生存に関わる全てのものは太陽が作ってるじゃないか、うん、それを全部利用していく経済を作れば、つまり石油がなくなっても人間は100億人になったって生きていける、うん、でそして先ほど言いました太陽はあと50億年続くんです、うん、太陽はもう一つただでしょ、うん、持続可能だし人を分けませんよね。しかもどこにでもあるっていう平等なんです、うん、平等でただでほぼ永遠に続くエネルギー、うん、じゃあ今でも太陽光発電高いじゃないか、それは機械のコストなんです。そうです。で半導体技術が使われてますから、要するに機械は作れば作るほど技術が進めすほど安くなる。それで僕らは今固定価格の買取制度アーヘンモデルっていうのを民主党で出して、そして今地域でも東近江あるいは佐賀県でも少しそういうものが生まれてきました。ぜひ一人一人が自らの、今までは賢い消費者になろうということだったけど、きれいなエネルギーの生産者になることによってお金の流れを変えていきたい。そういうことです。我々は生産者だけじゃない、時には今度は作る方にも回る、そう両方の役割があるんですよね。これは要するにもう一つは結びつけることです。そうでこういうことをドイツなんかだと国民が理解して多少高い電気代でも払ってるんですよ、ね、綺麗なものに高いコストを払うというのは当たり前ですよね。でそれともう一つはそうすると長い時間それをかけてやると、うん、今日本はエネルギーとか資源を外国に21兆円も払ってるんです、うん、それがどんどん減っていけば電気代が高くなってもそれがどんどん日本の中に広がっていけば、うん、結局日本全体は払うお金が減っていってより豊かになって、そういうお金を他に回していけるという得だ。だからこれはね、日本でも常識にしなきゃいけないと思ってる。で、そのために我々この太陽経済の会というのをやってる、ね、これを文献的な手法で私たちは地域に取り入れていきます、地域からやるっていうのが基本だと思います、ね、地域からやる、自らが生産する権利を持つ、2キロワットで1人が例えば2万円月にそこから生産をもらったら、うん、これは変わりますよね、うん、どっかの知事みたいに中央からお金が来るのをただただ待ってるような、それは文献とは言いません。自らが生産していく綺麗なエネルギー、太陽エネルギーを作っていく、そういう中で山崎さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。